スーパーシートとは、公共交通機関の座席に設けられる、特別席の名称の一つである。航空機でいうスーパーシートとは、日本航空、全日本空輸、日本エアシステム、スカイマークが、日本国内の航空路線で設けていた、普通席よりも、上級の座席のことを言う。世界各国における国内の航空路線では、国際線と同じように、 ファーストクラスの名称を用いている。現在では、スーパーシートを発展させ、と名称を変えるとともに、各航空会社独自のサービスを展開している。現在、スーパーシートの名称は使用されなくなったが、ANA は、プレミアムクラスのロゴに小さく、スーパーシートと書かれており、スーパーシートから発展した座席であることがわかる。 スーパーシート時の機内食一例判例、設定一部設定一時期設定、後に、設定取りやめ今後設定予定未設定、該当なし JAL の機材を使用した、日本トランスオーシャン航空便、ANA の機材を使用したエアー日本便でも、設定されていた坂のみ、2011年3月を、もって終了。元 JAS からの移籍機では、 ジャス時代にスーパーシートとレインボーシートとして設定していた座席をクラス J に設定していた。これらの機材はファーストクラスクラス J 設定のサンクラス仕様に順次回収が進められ J009D を最後に消滅した。元ジャスからの移籍機では未設定であったが前期サンクラス仕様に回収された。期間限定で ボーイング787から8近距離国際線仕様のビジネスクラス座席を使用している。国内線機材を順次 JAL スカイネクスト仕様に回収。その中で国内線仕様の767から 300ER の旧機にファーストクラスの設定が予定されている。元国際線の機材には設定されていない場合がある。 国内線機材と同等の座席配置に順次回収が進められる日本トランスオーシャン航空に全機移管された一部の便では設定されない JAL エクスプレスの機材で運行される JAL 便で普通席のみ設定の機材では未設定であったがすべてクラス J 設定機材に回収されたサービス内容の詳細については書き替えブリンクを参照されたい 機材運用都合国際線機材を国内線で使用する場合、JAL はファーストクラス座席とビジネスクラス座席がクラス J として、ANA はファーストクラス座席がプレミアムクラスとして割り当てられる。ビジネスクラスの設定が多い機材と上級座席が供給過剰となる機材を使用するときはすべて普通席として運用する場合がある。なお、スーパーシート時代には 国際線機材を使用する場合すべて普通席として運用する場合が多かったが、その場には当該座席を普通運賃利用者や上級会員などに優先して割り当てることが多かった。クラス J とファーストクラスの違いは、日本航空インターナショナル国内線機内クラスをスーパーシートプレミアムからプレミアムクラスへの変更はスーパーシートプレミアムを参照。 スーパーシートからの変更においては、各航空会社で異なったアプローチの仕方が見られた。なお鉄道でいうスーパーシートとは、JR グループ各社以外の鉄道会社が自社の特急用車両の一部に設定した、普通席よりも上級の座席のことである。JR グループ各社のグリーン車に相当する特別車両における座席を指すが、JR への直通列車を運行している。 鉄道会社以外では、グリーン車の故障は、慣例的に使用しないため、スーパーシートという故障を用いている。2012年3月17日以降の現時点で、スーパーシートの故障を使用しているのは、南海電気鉄道の空港特急、ラピートのみとなっており、同列車の5号車、6号車に連結されている、特別車両の座席の名称が、スーパーシートとなっている。 なお、名称は異なるが、スーパーシートと同一の趣旨で上級の座席を提供する例は、東武鉄道と近畿日本鉄道にも存在する。料金体系は、いずれの場合も、運賃、特急料金に加えて、スーパーシート料金、または、特別席料金を支払う形をとっている。バスでいうスーパーシートとは、以下のバスの一部に設定した、普通席よりも、 上級の座席のことを指す。この他、スーパーシート同様に上級の座席を提供する例としては、プレミアムドリーム号、ドリーム高松、松山号におけるプレミアムシート、JR バス関東の G シート、京王電鉄バスアルピコ交通、稲バス、名鉄バスなどの S クラスシート、東急バス、成田空港渋谷、二子玉川線のキャプテンシートなどがある。 船舶運賃は通常、東急運賃が用いられており、スーパーシートはモノクラスであるが、運賃とは別の料金を払うことにより利用できる上級の座席、船室のことを言う。スーパーシートの名称を使用するのは以下のみであるが、スーパーシート同様に上級の座席、船室を提供する例としては、各社において一等、特等、 特別室等の名称を用いているが、運行会社により、東急運賃採用している会社、モノクラス料金制を採用している会社がある。パイ島に、スーパーシート販売開始のお知らせ。安坂へ観光。 http://www.aneikankou.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュディテールスラッシュ1152020年2月9日閲覧。ありがとうございます。